こんにちは、春の花チャンネルです。今日はコロナの影響で車の中で練習してる方が多いとお聞きしたので練習してる方がいるとお伺いしたので、実際どのくらい外で漏れてるのか検証してみます。ということで、今日はオーボエのヒデチャンネルさんにいつもながら協力をお願いしました。協力してます。赤信号。実際どうなんでしょうね。いやー、だってさ、問題とかで練習してても結構聞こえるじゃん。バリバリ燃えますね。そうそうそう、かなりうちらの楽器の音って生音で大ホールで聞かせるものだから相当大きいと思うんですよ。確かに。だからまあ車ぐらいじゃダメじゃない、うん、こうやって救急車の音とかも全然聞こえるじゃない、うん、確かに。だからなんかあんま期待してないんですけど、うんうん、人がいないとことかだったらね、いけそうだけど、まあね、それぞれのね、住環境によって、うん、なんかね、都内のちょっと今広いところに向かってるんですけど、高かったら撮影速攻で地球の可能性もありますよ ね、うん、どうなんだろう。こんにちは。こんにちは。ホルンの花チャンネルとオーボエのヒデチャンネルです。ということで、今日は先ほどお話しした通り、車で楽器を吹くとどんくらいの騒音レベルなのかというのを計測したいと思います。わかる。車ってどれぐらい防音効果あるんですかね。そのキャラで行くの絡みづらいわ。くそ、なんだこれ。どうせここじゃん。じゃあまずここのね、普通の状態の騒音レベルがどんくらいか測ってみます。今静かな状態、だいたい車が通って80コスぐらい。80コスくらい。じゃあ2人証人がいるから、うん、車が通って80ぐらいですね。80くらい、うん、ね、一番静かな時で60、まあ、60ぐらいか。60くらい、うんうん、60だね。よし、じゃあ楽器吹いてどんくらい変わるのかやってみましょう。チェック。ではホルンやってみたいと思います。閉めれます。そっと閉めますね。吹いてみます。壁が近いんで相当音が自分にはでかいですね。全然聞こえない。てかまあ聞こえるは聞こえるけど、びっくりした。金管吹いてる感じしない。ほんとすごっ。だってさ、ベルこっち向いてんのにさ。そう、バチバチ向いてた。結構吹いた。結構吹いた。ほんと？あんま聞こえないわ。普通にこういうとこだとあんまり気づかないかも。なるほどね。溶け込んでるよ。
バージョンいきたいと思います。覚えきました。てか暑いですね。暑い。だから車で来る人は熱中症にも注意、うん、吹く直前まではエンジン入れて、ね、キンキンに冷やしてキンキンでねやってください。暑い。じゃあちょっと行ってますね。はい、お願いします。失礼します。暑いけどちょっと吹いてみます。全然変わんないな。今ちょうど上に飛行機も飛んでるからかもしれないけど、全然もうここまで来たら何にも聞こえないですね。いや何にも聞こえない。何メートルかな、まあ、5メートルくらい離れてるけど、ほとんど何にも聞こえないですね。むしろ外の車の音の方がうるさいですね。土屋さんが今何吹いてるか分かんないもんな。何吹いてんだろう。本当に何も聞こえない。車ってすごいんだな。これぐらい高いと聞こえるかもしれない。近づいてみよう。吹いてんの？あ、吹いてなかった。暑いよね。え、聞こえない。本当？何も聞こえない。全然聞こえない。暑かった。暑かった。本当暑かった。てかね、普通に外の道路の方がうるさい。あ、本当？よっぽど。そんなことある？そう、何も聞こえなさすぎて、うん、何も聞こえないなと思って歩いてて、あ、もう本当近づいても聞こえないわって思ったら最後吹いてなかった。あ、ほんとすごい。そりゃね、そりゃタイミングってもんがありますね。そうそうそう。でも本当に分かんなかった、そのくらい。いや、車ってすごいんですね。うん、すごい。これ車種はちなみに？車種はなんかトヨタの CHR ってやつです。トヨタ CHR。 これドリフトできます？ドリフトはできますね。あ、できない、はい、この車からこれ今何、どんくらい？1メーターくらい？そんな？1メーターちょっとだよ。1メーターくらいあってもほぼ聞こえない。あ、ほんと？うん。え、なんか高い音だとビンビン聞こえるかなと思って意図的に吹いたの、うん、何にも聞こえない。あ、ほんと、うん、すごいね。だからまあもしかしたらこういうちょっとうるさめの道路の駐車場とかでも大丈夫かもしれないですね。さすがに住宅地だとちょっとまあ浸透してるとこだったら聞こえちゃうかもしれないですけど、うんうんうん、でもこう普通のとこだとあんま分かんなかったですね、うん、ホルンも全然ベルこっち向いてんのに聞こえなかった、うんうん、あ、ほんと？意外と、騒音が全然平気だったので、うん、思い切ってもうちょっとね、いろいろフォルテとかも検証したいと思います。実況しますね。はい、扉だけ。じゃあお嬢様閉めますよ。大丈夫ですか？はい、はい、はい、ドア閉めました。ベルはこっち側向いてますね。さあ、はあ、うるさ。めっちゃ今ベルアップしたけどギリ大丈夫じゃないかな。そのガラスに向けて吹いてみて。じゃあガラスに向けて吹いてみます。ああ、やっぱりちょっとガラスに向けて吹いちゃうとちょっと聞こえるけど、自分にはめちゃめちゃうるさい。ホルティッシモ、もう一回。いや、それでもガラスに向けて吹いてもそんなに気にならないかも、この街の騒音だと。じゃあちょっと後ろとか回ってみますね。うん、あ、こっち来るとはもうあんま聞こえないな。うんうん、はあ、じゃあベル普通に吹いてみて。普通パターン。ああ、やっぱりガラスよりもドアの厚いところに向けて吹いた方があんま聞こえないですね。
でもこれって全然 OK じゃないですかね、まあ、ただ暑いのはあるんですけど、うん、しかもずっとあんなにフォルティッシモで吹いてることってないと思うんで、じゃあ普通ぐらいで吹いて、普通ぐらいで OK。 ちょっとこれを背もたれ後ろに倒して、うん、ベルが直接こっち向いてるのにそこまで聞こえないですね。うん、うん、あ、後ろだとやっぱりそこまで聞こえないかも。うん、これだったらなんかあの車でガンガンオーディオをかけて低音ガンガンやってる人の方がうるさいかも。はあ、遮音性すごい。暑い。やっぱ水槽感がちょっと壁が近すぎて相当、なんだろう、きつくはないんだけど近いっていうか自分がうるさいですね。もうカメラに向かって喋ってる声全く聞こえません。じゃあちょっとなんかロングトーンやってて、okay. 一瞬開けるか、うん、ドア、okay. どんぐらいドア開けると違うのか一瞬だけ開けてみますね。お、すごいすごい、これはすごい。違う、うん、これはすごいわ全然違うわ、すごい、うん、やっぱじゃあ暑いからって言って、うん、開けて拭くのはダメだね。開けて拭いちゃダメだね。であとやっぱベルアップしてガラスに向けるとやっぱちょっと音はアップするけど、うん、でも そんなに言うほどって感じ。あ、本当。これね、自分はね壁近いから、うん、めっちゃうるさい。あー、そっかそっか、そう、跳ね返りが、ね、じゃあ助手席で吹くのがいいかもしれない、うん、そしたらやってみようか。いいよ、熱くないんだったら、うん、オッケー助手席でやってみたいと思います。じゃあお嬢様失礼します。はい、お願いします。うん、今ちょうど車の流れが減ってきたんですけど、それで聞いてもそこまで気にならないですね。うん、今ちょうど車が少ないので、うん、さっきよりこっちの方がいいかな、なんか聞こえ方も。運転席でやってると音の跳ね返りがもうバーってパワーがすごかったので、吹いてる本人もきっと助手席で吹いてる方が楽なんじゃないかなって思います。うん、まあどっちで吹いても全然大丈夫ですねこれ。マジでどう？あ、もういいいい、全然いい。いや、本人はどうなの？やっぱ助手席の方がいい？ね、助手席の方がベルが当たっちゃうから、あ、どっちかって言ったら運転席の方がいいかな。それかもう後部座席？うん、後部座席も一応、まあ、みんな気になってると思うんでやってみます。じゃあね、そう、熱かろう熱かろう、でもちょっとシート前に出す。あ、お願いします。閉めます。まあ後ろに来た分やっぱり後ろに来るとちょっと音は増える感じがしますけど、うん、これぐらいの、まあ市街地は厳しいかもしれないですけど、これぐらい人通りのある、車通りのある駐車場だったら全然迷惑にならないんじゃないかな。あと後部座席でやってるとスモークでほとんど見えませんから、プライバシー配慮。うん、上の方の音を吹いてもそこまで気にならないですね。うん、そろそろ暑いんじゃないかな。ちょっとゲロ熱、これはなんかちょっとあれだね、
ダイエットにいいとか思っちゃう人いるかもしれないけど、絶対ダメ。人体的に良くない。絶対ダメ。マジでダメ。夢中になって吹くとマジで死ぬってね。熱中症になるの。そう。じゃあ閉めまーす。はーい。うん、やっぱこの後部座席が一番居心地はいいな。うん。そんなに変わらないかな。まあでも後部座席に来た分後ろから聞こえるのはちょっと増えた感じがします。でちょっと離れてみますね。もうこの辺まで来ちゃうと全く気にならないですね。ポルテ吹いても全然うるさくない。いやだから本当にこれ1メートルぐらいでしょ。だんだん離れてきますよ。でベルはこっち向いてるわけなんでこっちの方が聞こえると思うんですけど、うん、いやもうこの辺まで来ちゃうと全然気になんないな。いやそれだけ車っていうのがものすごい密閉されてるってことですね。ただ暑いね。本当に暑い。これは大変、うん、ただやっぱりこれからの時期暑いので熱中症が気になっちゃうかな。来てるかな、花ちゃん。熱っ。運転席と助手席と後部座席だったらどれが一番聞こえなかったですか？変わんないただやっぱ後部座席に来た時の方が、うん、後ろに行った時にちょっと聞こえるかなっていうのはあったけど、うん、そんな大差ない。そうなんだ、うん、本人的にはね後部座席の居心地最高だった。あ、本当。うん、やっぱね、運転席はちょっとポルテ吹いたりとか、あと構えも変になっちゃうし、構え大事だから、こう前はないかなって感じしたけどね。そうだね、独立したシートだとこの辺がちょっとぶつかっちゃいますね。そうそうそう、だからこういうの広いシートの人とかはいいかもしれないよね、うんうん、車によってね。なるほど。じゃあまあ後部座席で吹くのが推奨なのかな。そうですね、まあ広さ的には。まあとはいえこの暑さですからね、ちょっと熱中症で命の危険もあるから、ね、本当に日陰と、あと休憩とで、キンキンに冷やしてやる。ほんとこまめな休憩ですね、これもう10分とか、うん、あとお水絶対、うんうん、いや、もう本当にやるんだったらね、うん、でも、防音室の代わりにはなるんですね、うん、ちょうど飛行機が、あんな通ってんのに低空だね、うん、でか、飛行機でかで、あれよりさ、全然うるさくないんだよ。そうだね、うん、不思議じゃない。どういうことだろう。あれどんだけうるさいのって話じゃない。ねえ、本当だよ。偉大だね。うん、文明。では文明を感じる回となりましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。ということで土屋さんのチャンネルもみんな遊びに行ってくださいね。おこしやす。なんかあったっけ、花チャンネルの締めの言葉とかあったっけ。ないんだよね、まだないんかいハピネース、ハピネース。一応バイバイのテイクもしていい。せーの、バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。